みなさんこんにちは、ピエロです。今日はなんとピエロでインスタライブとかにも出演してもらっているマリエさんに来ていただきました。緊張しております。今日はね、企画何かと言いますとですね、アパレルスタッフがどんなカバンの中身をしているのかというところで、私とエミさんは今までカバンの中身をお見せしたことあるんですけれども、他のスタッフのカバンの中身はどうなっているのかっていうのをちょっと見ていこうと思います。めっちゃ汚いちゃう。とりあえずゴムヤス出てきました。ちょっとドキドキ。人の目だってカバンの中身ってあんま見ることないじゃないですか。ちょっと見ていきましょうかね。いきます、スタート。カバン何ですか？これはマレーシアのバザールっていう形、口が広くてもうトートバッグの形です。私は大きいカバンを持つのが苦手なんですよ。肩こるし、荷物がどこ行ったか分かんなくなっちゃうのが嫌なんで、基本的にこのサイズが限界です。何が入ってるかすぐ分かります。パッてカバン開けると、これは去年の自粛生活が始まった時に、もともと旅行とか行くの好きやったんですけど、行けなくなっちゃったんで、そう、なんか何かをに発散したくて買いました。休みの日も仕事の日も、確かにこれもこれしかイメージめっちゃあります。で、結構年季入ってます。じゃあ早速カバンの中身にもう見えてます。一応そう、携帯はいつも上にちょっと持ってるだけ。こんな感じ。すごすぎ。携帯ケースは A10 リングがあって、そう、ポケットがあって、なんかここ、取れるんですか、それって。そうなんです。足はしないか、分からん。今回はそう、ファミリアのコラボのやつにしました。ストラップめっちゃ楽ですよね。めっちゃ楽です。首から下げれるの。刺繍がクマちゃん刺繍が可愛いんです。ちょっと持ちすぎてお尻がなんかちょっとシュルプリってなってますけど、はい、かわいい。携帯です。1個目、はい、はい、次の商品、次の商品は、じゃあお財布です。おこれクロエのお財布です。クロエ、こんなのあるの？あ、すごい。これいただき物です。コイニシャルチャーム、すごい、つけてもらってます。これは、仕事でお世話になっている方にいただきました。すごい。ミニサイズは持てないんですよ、入らなすぎて。なんでこれすごい使いやすいです。パンパンです。実用感たっぷり、はい、実用感たっぷり。小銭が入ってる、はい、このご時世にちょっとパンパンのサイズです。次の商品はこれは適宜です。あ、はい、意外が、おいおいこ。これはルブタンかな。あ、ルブタンだ。ルブタンです。おもうね、ハゲてるんですよ。ハゲハゲなんですけど、ほら、角の先端全部ハゲハゲなんですけど、5年6年くらい使ってるのでちょっとハゲてますけど、適宜です。適宜で、はい、でなんかいっぱいカード入ってた。ピタッパーユーザーなんですけど、はい、ディズニーなんか入ってる。そう、ディズニーにね。そんな古くないですよ、コロナの前ね。財布に入れるのがめんどくさくて、ここに入れちゃうんで、思い出が。はい、取っとくタイプという。取っとくタイプです。そして抜くの忘れてそのままタイプです。あんまりこだわりなくて、というか、なんかほとんどもらい物でできてる。すごいです。いい、そんだけもらえるっていうのがすごいですよね。いただき物でできてます。キーケース、また違うの。もうぐちゃぐちゃ。これもいただき物です。でも色はちょっと似てる。色は似てるんです。これも仕事でお世話になっている方にいただきました。ヴィトンさんですね。はい、かわいい。はい、じゃあ次、これあ、白スプレー、白の、あ、除菌スプレー。除菌スプレーです。めっちゃいい。しかも、もういい匂いしますよ。え、もうします。そう、マスクしてるのに。はい、もっともっと出なかった。この匂いめっちゃ好きです。サボンの匂いの除菌スプレー、コロナでなんか毎日楽しくないんで、除菌ぐらいいい匂いしたら、そう、楽しいかなと思ってこれにしました。ただ、これが自分で買いました。ただこれが自分で買ったって、全部もらい物やと思います。これは自分で買ったんですけど、なんか一回ほとんど新
し使ってないやつをご飯屋さんに置いてきちゃってめっちゃショックで、でもこうやっているじゃないですか、どこ行っても。なんでストックでもう一個違う除菌スプレーが除菌ダイソーもう一個入ってます。これいいですね。これはワイソップ、ソップ欲しい。とりあえずめっちゃ出た。あーないんですけど、いい予備で持ってます。イソップのめっちゃいい匂いします。ですよね、癒しの香りがしてます。これはもう顔に振りかけたいぐらいめっちゃめっちゃいい匂い。なんかイケてる感じになってるから。イケてる感じ、生活感だそう、商品券。めっちゃ売れてるんですか。どこかで使うだろう。これもなんかね、もらったもらった、これもらったの、もらったんですけど、でも置いてくると使いたいタイミングでなかったりするんで。それめっちゃわかります。このままお母さん持ってるやつ。そうそう、これに親を思い出しました。そして開いてない、開いてない。次次、ポーチは、あ、なんか細いものばっかり入ってる。そう、細いものばっかり入ってるポーチ。ほんまに細い。これ開けた方がいい。何ですかそれ。これはリップさんの乾燥したとこに塗るやつ、はい、なんかバームみたいなやつ、あ、すごい。そう、出過ぎた。こんな感じでなんか乾燥したとこに塗るんです。へ、はい、体中わからない。体中それは言い時間がかかるそれそれは言い過ぎかな。なんかメイクでなんか目の周り、そう、乾燥そうするって汚れてきた時とか、ミストもいいけど、これはなんかこう直に馴染むから。確かに持ってます。そう、普通にリップ、これ作家さん持ってる、あー、薬用、薬用のリップ、チューブのモアリップ。いいんですかこれは。いいか悪いかはあまり分からない分からないんですけど、なんかヘアメイクさんも持ってたから。あ、そうなんですね。いいかなって思って、そう使ってます。美容関係のヘアメイクさんも持ってるっていうのちょっと興味がある。で、次は、あー、これウカのネイルオイル。いい香りしますよね。めっちゃいい香りします。これは誕生日プレゼントでいただいたんですよ。へえ。で、2本目もう自分で買ったんですか。2本目、いい匂いだから。いい匂いです。暇な時にピッピッて爪に、そう、爪に塗ってます。私これ迷いました。あの7時15分持ってるんですけど、うん、この24時45分と悩みました。香り、いい匂いです。やっぱり欲しくなります。いい匂いのばっかり持ってはる。これはデスクで塗りまくってるあれですか。そう、よく私席隣なんですよ。なんかいつもね、多分肩凝った感じになったらこれパッと開けてこうやって塗っちゃう。ロールオンのそんな可愛いもん塗ってたんですか。キキララの。そうなんです。もっとおしゃれなやつ多分あるんですよね。台湾で買ったやつで、このオイルがその頭痛い時とか肩凝ってる時とか、なんかいいんですって。なんかちょっと強めのクレンソレーダーみたいな感じ。白花油蘇る覚醒やばそうな、やばそうな感じ。全部感じたから肩が凝るとおもむろにデスクで塗るっていうの。めっちゃ登場回すごくの多いで1日1回にしてません。夕方になったら だいたい出てくる。あとはめちゃくちゃのビックスコロナマニアみたいなんですけど、なんか喉の乾燥を防ぐみたいな。これはワイヤレスのイヤホン。私あんまりなんかこだわりがなくって、うん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 、これはなんと3COINS、 我らが3COINS でとっさに買ったんですよ、はい、300円じゃないんですよ、1500円ぐらい、はい、え3COINS に売ってるってだけ。なんかめっちゃバズってるらしくて、1500円でこのクオリティがすごいですよね。しかも色変わるんだ。そう、なんか光ってるんです、ここが。わ、で、充電式で使える。なんか潰れてもなくしても1500円だったらまた確かにって思えるんで、これ、ね、私も外でもう壊れたら300均に行くことにします。おすすめです。取り急ぎ買ったけど悪くなかったからずっと使っております。次、ちょっと待って、キャラ渋滞してる。キャラ渋滞してる。ファミリアにケキララにケロケロケロって出てくる。結構可愛いと思ったもん集める癖があって、あんまり統一感がないんです。薬とはコンタクトなんで予備が何個か入ってます。重要。あとは友達、あ、そういう見方ですね。みんな変頭痛かな、うん、そのままのピン。ちょっと桃に入ってます。アメピンとアメピンの
しようと、まさかのお守り。守りもらったんですよ。あ、もらって。これももらったやつ。ハンドクリームだ。これめっちゃいい香りしますよね。ね、なんかインスタとかでよく見るやつ。そう、これもいただき物です。あー、いい匂い。ずっとこれも嗅いでみたい。めっちゃ買える。こんなちっちゃいカバンにそんないっぱい入ってるんですね。まだ入ってる。まだ入ってる。はい、まだ入ってます。メリーポピンズ。見たことない。スパカリフラジュルスケスピアリ同社さん。え、怖い怖い怖い。何ですかそれ。知らない。見たことない。え、歌ありますよね。え、知らないです。私ビデオまで持ってたんですけど、ペンギン出てくるやつですよね。はい、見たことない。これ流すの？これ流すんですか？怖いんですけど。怖いって言われた。元に戻ります。戻りました。それがハンカチ。退職される先輩のスタッフさんにいただきました。あ、これこれこれ。出てきた。何ですか？これおすすめ。え、すごい。こんな感じで。持ち運び。え、すべて割りません？ネイルしてたら。え、割れなかった。なんかそのお仕事上、やっぱ冬とかに割れちゃうとニットとかに引っかかるじゃないですか。で、商品ダメにしちゃうの怖いんで、ヤスリが2つあって、こんなフラットにこう表面削るやつと、なんかちょっと角張ってて角とかを削れるやつ。これはいいですね。これめっちゃいいですよ。なんかこの下から、あ、なんか出てきた。目のこんな出てきた。動画的には OK でしょ今の。動画的にスローかかるとこ今の。まあ捨てたつもりなんですけど、ごめんなさい。キラキラにしましょう。キラ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 にして。あ、ちょっと捨てたのにな。失礼しました。そう、下が見てもう開けない。下が見てちゃんとあのゴミも捨てれるから、そう、ゴミも出ないんですよ。あとはあんま使わないんですけど、これ最近流行りのやつ、ケイトのリップモンスターってやつ。知ってます？欲しいです。それのイエロー。リップモンスターいいって聞きました。イエローなんです。こんな感じ。そう、かわいい。あ、結構濃いめのやつにイエローを混ぜて優しい今っぽい色にする。次、最後。あ、結構でっかいね。エコバッグです。ああ、エコバッグ色じゃないですか。なんかこんな感じの、あ、そう、リネンっぽい感じかな。リネンっぽい。ちょっと待ってください。ちょっと待って。中に、待って、バレた。待って、バレた。これ分かった、今自分で買ったんです。前役なんで、役よけのお守り。だからレジ前でよくね、これを出すときに一緒にポンって出ていくのがちょっと最近の悩みです。違うとこに入れました。すごいコンパクトにいっぱいちっちゃいのいろんなの入ってるんですね。以上。あ、以上。はい、以上です。もう最近はコロナだからメイク道具も本当に入ってない。あっ、ボウリングみたいな。そういうの倒れた。入ってなくて、こんなすごい感じの。マリエさんは人からもらったものがめっちゃ多いっていう、恵まれております。しかもあげたらしっかり使ってくれるということが分かりましたので、これからはいろいろプレゼントしたいと思います。どんなもんっていうことで、今日は、マリアさんのカバンの中身を紹介してもらいました。たくさん出てきましたが、参考になった方も多いと思います。この動画がいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。はい、じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。はい、はい、じゃあ、せーの。ありがとうございます。